エリック・アレン・テイムズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ出身の、プロ野球選手。右ト左打。ミルウォーキー・ブルワーズの4月月間最多本塁打、記録保持者。相性は神、サンナムジャ。ペパー・ダイン大学時代は、ジェイス・ダーノーとチームメイトだった。2007年の MLB ドラフト39巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名されるが、 この時は契約せずにもう一年間大学でプレーブルージェイズ時代2008年の MLB ドラフト7巡目でトロントブルージェイズから指名されプロ入り。2010年は A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツで打率。288.27本類が104打点という成績を残し、例年ブルージェイズが参加マイナーリーグ各階級の最優秀選手を 表彰するハワードウェブスター賞を受賞した。2011年はトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズで開幕を迎える。36試合出場時点で打率。342、6本塁打、30打点と活躍し、故障者リスト入りしたアダムリンドの代替要員として5月18日のタンパベーレーズ戦でメジャーデビュー。最小格した夏場以降は、 左翼種のレギュラーとして起用され、12本塁打を放った。2012年7月31日に、スティーブ・デラバーとのトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。2013年6月30日に、タイ・ケリーとのトレードで、ボルチモア・オリオールズへ移籍した。移籍後は主に参加のトリプル a 級のオホークタイズで、プレーしていたが、9月1日に、ィーフとなった。 2013年9月5日にウェーバー工事を経てヒューストンアストロズへ移籍したオフの12月9日に自由契約となった2013年12月10日に韓国プロ野球の NC ダイノスと契約し2011年球団創設の NC 史上初の外国人野手となった登録名は2014年は打率343 37本塁打、121打点、305塁打、95得点、63塁打などの成績で、シーズン後半は4番打者として活躍した。2015年4月9日、キアタイガース戦で、久保史上16人目のサイクルヒットを記録した。8月11日のネクセンヒーローズ戦で、久保史上初の1シーズン2度目のサイクルヒットも、記録した。 8月28日のハンファイイーグルス戦で、久保史上6人目の30本類が30盗塁を達成。10月2日には s k ワイバーンズ戦でアジアプロ野球史上初のシーズン40本類が40盗塁を達成した。また打率。381で自身初の個人タイトルとなる、首位打者、MVP を受賞し、他にも180安打、42二塁打。 五三塁打、四十七本塁打、百四十打点、三百七十三塁打、四十盗塁、百三十得点、百三支球、出塁率、四百九十七、長打率、七百九十、オプス1.287などと圧倒的な成績を残し、長打率とオプスは、久保歴代最高の数値であった。一塁手として、ゴールデングラブ賞も受賞した。 2016年は2年連続40本塁打を記録し、最低とともに、自身初の本塁打をとなった。9月30日に飲酒運転により取り締まりを受けたことが明らかになり、久保から公式戦残り試合の出場停止、ポストシーズン1試合の出場停止、罰金5000ドルの処分が下された。ミルウォーキーブルワーズ時代2016年11月29日に、 ミルウォーキーブルワーズと3連総額1500万ドルで契約した。2017年は5年ぶりに MLB 復帰。4月にはリーグトップの11本塁打を記録すると同時に4月月間最多本塁打記録に並んだ。2017年シーズン2算では31本塁打を記録。初めて久保と MLB でシーズン30本塁打以上を記録した選手となった。 シーズン後の10月19日にフルス N シーズンにて始球式を行うために奉還した。2019年オフの10月31日にフリーエージェントとなった。2020年1月8日にワシントンナショナルズと400万ドルの単年契約を結んだ。41試合の出場で打率。203、3本塁打、12打点だった。 オフの10月28日に球団が延長オプションの放棄を発表したため FA となった。2020年12月30日に読売ジャイアンツと120万ドルの単年契約を結んだ。背番号は44。2021年はコビット d 1 9流行の影響による入国制限で開幕までに来日できず3月29日に来日。 2週間の隔離生活を経て4月中旬にチームに合流し入団会見を行った。2軍公式戦9試合に出場し打率504本類打、15打点を記録し4月27日に1軍へと昇格した。同日の東京ヤクルトスワローズ戦では6番左翼手で先発出場し NPB 初出場を果たしたが3回裏の守備で補せ。 お砂のアンダの打球を処理しようとした際に右足を負傷して転倒、起き上がることができずに担架に乗せられて退場しわずか3イニング2打席での交代となった。試合後、病院で右アキレス腱の断裂と診断されたことが発表された。4月30日に手術を受けるためにアメリカへ帰国したままシーズン途中の8月23日自由契約選手として公示。 わずか一試合の出場でチームを去った。ありがとうございます。